エキサイトミュージックをご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。ピコでございます。2014年になりましたが、皆様今いかがお過ごしでしょうか。おこたに潜ってもぐもぐみかんとかお餅とか食べてるんじゃないですかね。そんな皆様、2013年、去年はいかがだったでしょうか。僕はですね、2013年は本当に、いろんなことがあったなと思います。海外での、ライブツアーだったりですね、あとそれから、まあ、12月にはですね、人生初の、舞台なんかも、やっちゃったりして、といろんなことにこうチャレンジできた、年だったなと思います。エキサイトミュージックだけに、2013年最もエキサイトした出来事は何ですかという質問をいただいてるんですが、そうですね、まあ、なんといっても舞台、人生初めての舞台をですね、主演という形で、はい、やらせていただきまして、しかも、時代物だったわけなんですが、そうですね、最初はすごく不安だったんですよ。経験もなかったし、どうやってこうね、セリフどうやって覚えていくんだろうとか、いろんな不安もあったんですけど、でも実際に稽古が始まって、役者の先輩方からこういろんなアドバイスだったりとかを受けつつですね、本番を迎えることができてっていう流れがとても自分の中では楽しくて、充実してた期間だったので、またぜひ、やってみたいなというふうな気持ちになったんですが、なんといっても千秋楽で、なんかこうお客さん満員の中でですね、すごくいいシーンがあるんですけど、そこをこう熱を入れながら演じれたっていうのは、すごくそこのシーンはエキサイトしましたね。はい、はい、ということでですね、まあ、今年、2014年の目標なわけなんですが、貪欲になるという貪欲になるという、いろんなことに挑戦していこうという、このエンターテインメントが豊富な世の中、私ピコ、音楽だけではなくですね、もっといろんなことに、チャレンジしていこうと思います。まあ、今までもいろいろやってきました。ドッキリを受けて、マカオタワーから飛んだこともありました。しかしですね、それだけでは止まりません。もっといろんなことにチャレンジしていきたいと思います。そんなピコさん、1月5日にですね、イベントが、ライブイベントがあります。ニュージェネレーションフェスというイベントがありまして、1月5日日曜日、会場は、群馬音楽センターにてありますので、ぜひ遊びに来てください。僕の初めての仕事ですね、今年になってからの初めての仕事ですので、ぜひ来てください。その他詳しい情報はブログ、ツイッター、公式ホームページ、いろいろありますのでチェックしてみてください。最後になりましたが、エキサイトミュージックをご覧の皆様、改めまして明けましておめでとうございます。2014年のピコもノンストップで突き進んでいきたいと思いますので、ぜひ、応援してほしいなと思います。よろしくお願いします。というわけで以上、ピコでした。バイニー、良いお年を。